第721海軍航空隊。第721海軍航空隊。第721海軍航空隊は、日本海軍の部隊の一つ。特攻兵器王家の実験、訓練部隊として編成され、太平洋戦争終盤に、沖縄戦線で王家を含む、対艦特攻に従事した。通称、神々なり部隊。なお、協力して、王家の訓練。 開発を行っていた第722海軍航空隊、第725海軍航空隊も、本校で述べる。第二次世界大戦の後期、戦局の悪化に伴い、日本海軍は、対艦攻撃手段としての特攻兵器の開発、運用を本格化させていた。1944年8月に、王家の開発が開始されると、10月1日に実験、連戦部隊として、 百里原飛行場を基地にて第七百二十一、海軍航空隊神々なり部隊が編成された。特攻兵器王化の実験開発及び連成部隊であるのみならず、後に実戦部隊も兼ねた。また、戦闘機による特攻隊である剣務隊、信頼爆戦隊、神風特攻隊もいった。二十一空の通称は神々なり部隊であり、 岡村元春司令が命名した。由来は、疾風陣雷の音を取った。主力機種は、特攻兵器王家、王家を搬送、投下するために母機である一式陸上攻撃機、零式艦上戦闘機の護衛戦闘機を伴う、船舶連合体として編成されたが、戦闘機体の技量低下も著しく、戦闘機体も、爆走の上で、特攻攻撃に投入された。 練習機として、王カ K1、薪氏マイナス 7K1 を用いた。1944年8月特攻兵器王カの開発が始まると、その実験、実習を担当する部隊の編成も進められた。登場員は志願者から選抜された。海軍省人事局長と教育部長による連名で、候補の憂いのないものから募集するように方針が出され、 1944年9月15日、編成準備委員長は岡村元春、福井委員長は岩木国広氏とした。大家発案者の大田昭一も大付けとなっている。1944年10月1日100、里原海軍航空隊を原体として、第721海軍航空隊、神雷部隊を編成。この編成ではまだ特攻部隊ではなく、 721、空の新編は普通の航空隊新設と同様の手続きで行われた。横須賀陳富士下卒、陸上攻撃機48、環状戦闘機24、王家の搭乗員は志願者の中から、練度の高いパイロットが選ばれた。飛行時間1000時間前後のパイロットが中心に集められ、予備士官でも300時間以上はあった。 1944年11月1日航空本部は、大兵器に関する部隊要望事項によって機材、手当、隊員数、定員数1.7倍、721空に対し、万事優先的に取り計らうように通達可決する。1944年11月7日、郷の池飛行場に移転、海軍神々なり部隊の門札を掲示。 試験飛行の成功に伴い45機のオカが721空の供給され11月中旬から訓練が開始した。オカの訓練は各自に1回でそれを終えると、技量 A になった。あとは冷戦での襲撃訓練などが主体に行われた。1944年11月13日、戸塚道太郎航空本部長視察。11月15日連合艦隊直属。 11月20日頃、長野おさみ水視察。隊員に三0を送り絶句同国する。11月23日、及川小四郎軍令部総長視察。12月1日、豊田添え連合艦隊長官視察。神々な八巻と担当授与。12月3日、与内三政海軍省大臣が視察。飛行場で越平式が行われた。 1944年12月5日721空と762空で第1機動基地航空部隊と故障12月20日連合艦隊直属の第11航空船隊を721空と762空で編成。1945年1月20日かのや飛行場に進出。2月10日第5航空艦隊編成。 11航空戦隊が編入され、5航艦直属になる。この編成によって神々なり部隊は、正式に特攻部隊となった。1945年3月21日陣神なり部隊で、初の特攻隊編成である、第1回神々なり王特別攻撃隊が出撃する。3月21日、4月1日の桜花特別攻撃は突入報告が、 届かなかったが、1945年4月2日、第一県務隊の特攻で4期中3期、突入報告が入り、隊員たちの修備が開いた。王家の使用は母期である、一式立候の性能不十分で成功の3、少なしという理由で、その後ほとんど使われる子はなかった。岡村司令は、他の隊でやっているような爆撃の堅いましめはしない、別々に話し、貫通によって、 効果を大きくする、直前で話せ、遠くでも話せ、敵に捕まったら捨てて、空戦をしろ、死ぬことが目的ではない、戦果を上げるために何回でも行ってもらうと爆撃戦の指導を行った。任務以外の時間はうるさいことを言わず隊員の自由に過ごさせていた。1945年5月28日新聞で第一回神々なり王家特別攻撃隊が、 第一神風特別攻撃隊神、雷部隊大火隊の名称で公表された。1945年4月25日、八田部海軍航空隊から昭和隊、大村海軍航空隊から新建隊、本山海軍航空隊から七星隊、筑波海軍航空隊から筑波隊が神風特攻隊のため編入される。721空は本拠地を 八田部飛行場に移して、連戦を進めたものの連戦は、新編の第722海軍航空隊に譲り、かのや飛行場、機械島飛行場に進出した上で、特攻攻撃に専念した。終戦間際まで、特攻攻撃を続けたが、実際の戦果は乏しかった。1945年8月21日解体。終戦までの戦死者は、王家による特攻で55名。 母機の立候で365名、援護戦闘機で10名、剣武隊による特攻で89名、信頼爆戦隊による特攻で9名、神風特別攻撃隊による特攻で187名、その他戦士、殉職者で114名の合計829名で、ある。王家連戦部隊として1945年。 昭和20年2月15日に721空の大家第一文隊を機関として新編された。721空が1月から鹿のやに転出したため、721空の使用していた、八田部飛行場の諸施設を受けたまわりして、訓練に従事した。通称は、竜巻部隊。八田部飛行場敷地内の竜巻山を由来とする、神々なり隊の要員補充のために訓練を、 継続していたが、最終的には銀河を母機とする特攻実戦部隊への長を期待されていた。部隊として実戦の機会を得ずに終戦を迎え、解散した。1945年、昭和20年7月1日に開けたいされた。母機を必要としないカタバルト射出式の王家43型の要因を要請するため、比叡三等斜面に特設した射出台を使用した。 訓練部隊。訓練用大川は休止中の比叡山鉄道坂本ケーブルによって搬入し、滑空着地機は近隣の大津海軍航空隊が収容することとなっていた。実戦の機会がないまま終戦を迎えた。なお、実機の大四43型はコロネット作戦に備えて防相半島への配備を予定していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。